画面の前の皆様こんにちは。殺人鬼のベルグラでございます。オープニングちょっとねいじっていますけども、さすがに前回気づいたかな、なんかこうバージョンが少しね、変わってるんですね、まあ、今回やっていきますのはね、でもねチェーンソーじゃない透明人間でございます。なんかこう時系列的にはねバラバラになりがちなんで、こうレベルとかランクがね前後するとは思うんですけども、その辺ねご了承ください。なんか罠男でねカチ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 ってする時の音がねすごい人気で、なぜかねそれやってる時喋んないでくださいって言われてたけど、あのカチカチ音聞こえないからちょっと黙ってみたいな。もう罠に気を使っていく実況者って何よそれ。何のゲームよそれ、何の罰ゲームよ。そんなわけで、キンコンカンコンに思い出ある人いないでしょこれ、単にうるさいもん。キンコンカンコンですわ。なんか修行のベルみたいに聞こえるんでやめてくださいみたいなコメントあっても私やめないよ、やめない、それはもう仕方ない。キンコンカンコンがなんか楽しい音楽になればいいですね、なんかトーマス的なタン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 みたいなさ、逆に怖いか、逆に怖いですね。おいおい、もう来てるじゃないか、おい。びっくりしたよ。ちょっと、やっぱここ壊してこう。あれ ?3 人しかいないのか。しょうがない。あそこか、そこか。いやいやいや。どっち行ったかわからんだろう。おいアハンフン、どうしたの?いや、もう前回もほら。ハンフンホンっていういい声聞けたから、メガネからはぜひともその声聞きたいんだよ。なんで止まった、なんで止まった、なんで止まった、あのあれいい声出そうと思った、なんでおかしいね、メガネはやっぱ友達もいなければやっぱ生きる気力もないんだろうね、生存、あちょっと待って、また改善、生きる気力がないんだろうね。はいよ、まあね、しょうがない、そこで最後の気力を出してくれ。ほら人間が死に直面、あれちょっともう一人ちょっとメガネがかわいい、いやこんなにスピード勝負っていうかさ、あのこんなに早く終わった試合過去一度もないっすよ。一体何分よこれ、ごめんなっていうね。よく頑張ったお前は、よく頑張ったか、ちょっと短すぎやろこれ、あの最速やんこれ、ちょっとあの何回つなぎましょうか。 いくらなんでもこれさ何も話せてない、私何の話した、このメガネがいかにかわいそうかみたいな話しかできてないぞ。そんなわけでちょっとつなぎます。さあそんなわけで、仕切り直してやっていきましょう。透明人間のベルクラでございます。これでちょめ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 していきたいと思いますよ。前回もねハンフンホンっていうね、もう話をねしてたわけですけどもね、あのメガネ男の喘ぎ方、実際これそれでさ、なんかこう挑んでみてくださいよ、誰か誰かもう人任せかよ、どういう反応されるんだろうね、そんな声出したらね、ハンフンホンつってさ言った日にはさ、いやいや、やめとこう、やめてください、やっぱりそれでも別れ、もう振られて別れちゃいました、ベルクラさんのせいですって言われるのももうね、もう絶対そうなるから、ごめん私が間違ってた。ちょっと待って、おい逃げるんじゃない、足早いメグちゃん、三つ編み子か今回、ちょっと待って、三つ編み子やん、よしよしよし、ボブカットにされると三つ編み子って呼べないですからね。この辺ね、実はアップデートで強ポジ、あれ見失った、くるくる回った、いや違うの、絶対この辺いるでしょ、やっぱな、カキに打たな、ロボットか鉄でできてるのか、ウルヴァリンか、アタミネーターか、いやその2つもね楽しい映画です。X-Menもね楽しいですし、ターミネーターも好きです。はいよー、おすすめのホラー映画ね、向こうか、あエクソシスト、私すごい好きなんですよね。エクソシストってまあまあもう言わずと知れない有名なホラー映画、オカルトホラー映画なんですよね、ウィリアム・フリードキン監督の。いや
昔の映画だけどね、やっぱ名作だけあって怖いよね。こうな、いいじゃないか、いいんじゃないか、その走り。さすが陸上元陸上部。うん、これ違うあれだな、三つ編み子やな。いい声で泣くんだ三つ編み子もな。いい声で泣いてくれ。あ、ファンフンっていうのにね、継ぐ。惜しいな、俺。さすがやな。スポーツテストとかでいい点取るんだろうな。ちょっと待って。2連続三つ編み子。地下に送りましょう。もう抵抗すらしないもんね、これね。三つ編み子ね。あいよ。ほい。エクソシスト何が怖いかってね。三つ編み子3人目思わず唾が吹き出てしまうから。三つ編み子よし。地下のやつ。あれ、大丈夫かな、救われてないかな。ちょっと何が怖いかの話をさせて。三つ編み子重すぎやろ。どうなっとる。今、ダメなの。はよ。この野郎、おい。こやつを逃すと、フラッシュライトか、あいつ持ってんの。あれだな、救急キットじゃなくてよかったね。あれ、ほら。よいしょ、近いんだ。地下じゃないな、これ。向こうか。ああ、はい、オッケー。ここの強ポジ封印されてんだよね。一番何が怖いかって言ったらね、途中でサブミリナルがあるんですよ。あれ？気づかない人もいるんだよね。エクソシスト見てて。一瞬悪魔の顔が映るっていう演出があるんですよ。パッっていうね。ここにもね、パッってやってると思うんだけどもね。そういった感じでね、映るんですよ。そういったサブミリナルで、恐怖を、人に恐怖を与えていく、観客に恐怖を与えていくっていうその演出、私も見習いたいと思って、ちょっとデッドバイデイライトにね、組み込んでいこうよ、そういうのね。まあ、それでね、皆さんが怖がるかどうか分かんないよ。でもね、瞬きせずにこっから見てください。痛い、無茶な話するな。瞬きしていいから。歩いてて気づかれてないと思ったようだね。足跡以外にもね、追う要素ってのあるんですよ。追跡する能力っていうのはね、足跡が全てじゃないから、血の跡とかのね。あれ、見失った。足跡が全てじゃないとか言いながら見失ったな、おい。まあ、映画の話だから、そのエクソシストがおすすめなんですけども、なんかね、イットフォローズっていう、ほら、前おすすめした、セックスした相手に呪いが移っていくっていう、まあ、ね、映画の話したんだけども、なんかコメントで、おすすめしてたから、この辺いるな。おすすめしてたから、今度、女友達と見に行きます、みたいな、DVD 鑑賞します。ただ調べてみたら、あれ、なんかセックスうんぬん書いてあったじゃないですか。気まずくなるじゃないですか。どうしてくれるんですかみたいなね、コメント来てたけど、私セックスする言うたやん。セックスしたら呪い移るってセックス言うとったやん。もう大体ほとんど9割方セックスの話しとったやん、その時。それで私、その女友達にね、なんか気持ち悪がられたとしても私のせいじゃないからな、少年よ。ねえ、もうびっくりしますよ。何でもかんでもほら、私のせいにしないでください。いないね。もう一人の寝っ転がってる人を吊るすとね、非常口使われちゃうから、まあ、このまま探索しましょう。いや
まああれじゃない、むしろさ女友達と DVD を鑑賞するっていうこと自体がさ、結構なことじゃん。それ二人っきりでしょ、大丈夫だよ、セックスのシーンが入ったぐらいさ、いやそれでさ、いやちょなんても見せんのみたいないう関係って、もうそもそも DVD 一生見ないやろ多分、なんとなくだけど、うん、狙ってんのかなって思われるかもしれないけどね。それしょうがないよ、壊しとこう、これ見つかんないしね。そもそも女の子とさ、そのなんだろう、エロシーンがある DVD を見れる環境っていうのはさ、特別だよね。何それ、あれか、自慢なのかみたいな。痛い足速くなってるようだ。ただね、お前の足の速さには、私にもね、私の方も足が速いから、元陸上部主将アッペルくらい言えない。やるなあのあいつ、さすがだな、オリンピック出てるだけあるわ。こらえた、まあ、そんなわけでね、これを運んでいきましょう。これってもう物扱いかよっていう。イットフォローズまた私見返しちゃったもんね、まあ、知らない方のために説明しておきますと、さっき言ったように、呪いが伝染するという、これはここ置いといて、もう一人の、子を、運びましょうか。もしかしたら非常口使われるかもしれないから、非常口を上で寝そべって待ってる可能性もあるから、一回確認しに行きますよ。セックスした相手に呪いが移ってしまうっていう、まあちょっと変わった、ホラーなんだけども、なんかね、絶対その呪いの相手の呪いのその対象っていうかね、なんて言えばいいんだ、呪いってこう人の形をした、何かがね、ゆっくりゆっくり歩いてくるんですよ。必ず徒歩で歩いてくるっていう、で追いつかれたら殺されると。なんか車で移動すればその分時間を稼げるんだけども、絶対に追いかけてくるという映画なんですね。だからセックスをしなければならないと、いうことなんです。気になる方は見てみてください。あいた、ハマってたんだこれ。やっぱ点数になるからいいんすけどね。私もだから、イットフォローズの化け物みたいに、お前をゆっくりゆっくり近づいていって、ゆっくりゆっくり、この辺近づいていって、生贄にしてやろう。痛い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 、こんなところでアイテムを。あら、どうした、どうしたの、おい。諦めたようだね。もうやっぱり諦めたらそこで試合終了ですから、仮にも陸上選手じゃないですか、諦めたらそこで試合終了ですよね。有名な太ったおじさんが言ってましたからね、まあ、そんなわけで、これで、ラストと。よいしょ。いやーなんかね、今回いろいろ、なんだろう、早く終わったようで終わってなかったね。結構忙しかったね、意外とね。皆さんもね、夏らしいデートとかねしたらね、ぜひコメントに残してください。いや、残さなくていい、残さなくていいよ、荒れるから。リア充ぶり発揮したコメントすると荒れるから。いや、荒れないんだけどさ、別に。そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良き夏休み、仕事、ゲームライフの方祈っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。